皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、50代におすすめの資格10選という記事をね、テーマに、元にですね、これを元に、ちょっとね、50代の男性編でね、おすすめ資格5個をね、ご紹介していきたいなというふうに思います。はい、まずですね、1つ目がですね、宅建士というふうにね、ご紹介されておりまして、宅建士っていうのは不動産だけじゃなくて、まあ、金融でも重宝されますよっていうようなね、お話もあったんですけれども、ただまあ宅建士を持っている私からするとですね、これ宅建士を50代の人がいきなりバンと取ったとしても、不動産屋で営業職やるんだったら、まあ、私もですね、そうじゃない使い方をするっていうのはね、結構難しいのかなっていうふうにね、感じております。別にその宅建スポットバイトをやるとかそういうのがあるわけでは今ありませんし、そういう意味ではね、活用って結構ね、大変かなっていうふうにね、思いました。で、2つ目が中小企業診断士。これね、3割が年収1000万と言われていて、まあ、これまでのですね、いろんな人脈を駆使してですね、まあ、何かコンサル的なですね、お仕事とか、まあ、に生かすことができるのであればですね、結構おすすめ度は高いのかなと思います。で、3つ目が MOS ですね。この MOS って今すごい人気で、私昔ですね、この MOS 全く意味ないというか、持ってても意味ない資格ランキングの、ね、中に1つ入れたことがあったんですけれども、今結構ね、人気がありまして、やっぱ資格って能力の証明で、ワード、エクセル、パワーポイントできるっていう風にね、言ったとしても、それってできるの基準って人によって全然違うじゃないですか。で、うちもね、仕事でよく面接するときにワード、エクセルできますっていう人来るんですけど、でもそれってじゃあどれくらいなのか、マクロ組めるレベルにできるのか、それともいや、そうじゃなくて一般的なものまでできるのかとか、そういうのがね、なんかやっぱりなんていうのかな、認識をこう埋めるものじゃないけれども、 MOS と思っていれば、あ、このぐらいはできるんだなっていうね、一つ指標として非常に、まあ、採用側としてはありがたいので持っていていただけると。なので、これはね、あった方が絶対いいかなと思いました。で、4つ目が電気工事士ですね。これ稼ぎがね、すごくいいってことで、まあ、有名というかね、ありますけれども、まあ、ただ電気工事士の場合はやっぱり実務経験があった上での、資格取得ってことにはなってくると思うので、まあ、専門性というよりはやっぱ実務の経験というのは必要になってくるかなと思います。で、最後、管理業務主任者。これは、まあ、マンション管理士とセットで持ってる人多いんですけど、管理組合にね、管理委託こう契約の、まあ、重要事項を説明するってことで、まあ、宅建士の上位互換とかっていうわけじゃないんだけど、宅建士、みたいなもんなのかなっていう感じですね。宅建士の管理、宅建士は不動産ですけど、それの、まあ、なんていうの、管理組合版とかいうかな、そういう感じです。で、まあ、管理業務主任者を取って、そういったのに従事しながら、60代70代になったらマンション管理士とかでもね、まあ、ある意味いいのかなっていうふうにも思いましたけれども、まあ、50代とか、まあ、シニア層におすすめ資格として、いつもこう管理業務主任者とかマンション管理士って出てくるのかなと思います。50代だとね、多分ね、そういう管理組合系業界では相当若手と言われるようなね、感じにもなるとか思いますし、まあ、比較的ね、やっぱり年齢層高めの人がに人気の資格なのかなって、これらは、はい、思いました。まあ、そんな感じで、ぜひね、資格取得のなんていうの、参考になればというふうにね、思います。宅建士はちょっと難しいですけれども、まあ、私に、ね、おすすめなのは、まあ、中小企業診断士と、あと電気工事士かな。このあたりはね、50代男性に非常におすすめできるのかなと思っております。ということで、ぜひね、なんかの参考になればと思います。はい、ということで、今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。